A のプリエはフィンランドの陸上競技選手である。彼は1928年に開催されたアムステルダムオリンピックの1500メートル競争で銅メダルを獲得した。中距離走を得意としたプリエはアムステルダムオリンピックでは1500メートル走と5000メートル走の2種目に出場した。アムステルダムオリンピックの1500メートル走は8月1日に予選。 8月2日に決勝が行われた。選手たちは6つの組に分けられて予選を競い、各組上位の2名が決勝に進出した。プリエは予選3組で4分00秒8の記録を出して1位となり決勝に挑んだ。決勝ではプリエと同じフィンランド代表のハリ・ラルバがフランス代表のジュール・ラドゥメグと激しい争いを演じた。末にオリンピック新記録で優勝し、 プリエは3分56秒4の記録で3位となって、銅メダルを獲得した。なお、5000メートル走では予選を3分59秒7で通過したものの、決勝では途中棄権している。1932年ロサンゼルスオリンピックでは、1500メートル走のみに出場した。アムステルダムオリンピックに続いて決勝に進んだが、途中棄権のためメダル獲得はならなかった。 アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズメンズ1 5 0 0ズ、ありがとうございます。